一致三、合格、おめでとうございます。はい。え三、ー、億円ですか売り上げ。いいんじゃないですかいけますよ。あとはやるかやらないかですね。<laughs> まあ、このジョイントしたりとか、この規模感覚を大きくこうやっていくんで、プロモーションやっていくんだったら、作れないことはないです。うん。まあ、実際僕も見て、くっていう数字は見てきましたんで、まあ、可能です。あと、数をどれだけ集められるか、 ですね、この,あのプロモーションでガンって何億上げたいんだったらどれだけまず数を集められるのかただし数を集めたってもそ,そこでどんなコピーメッセージ流すかっていうところがしっかりしないとダメですねな <laughs> 数とコピーがこう伴ってれば売り上げは作れます間違いなくうんなんでまあ結構もう中級上級だと思うんで あのゼロではないいと思いますし、うん、今ネットで飯食ってるわけじゃないですか。であとはその売り上げボリュームをどう上げていくかっていうところでうーん、まあ、今回の,そのエッセンス僕がそのコピーライティング道場っていうのはもうやらないのであの大変だったんですよね。うん、まあもうドリアカー一本に僕はしたいので、まあ、コピーにフォーカスしたものっていうのはこのコピーライティング道場しかないので僕は。 で、すねあとはやっぱその動画に今フォーカスしてるっていうのもありますし、まあ最近はね、あの、去年からブログ書き始めましたけど、毎日。まあ言うてもただ趣味でブログ書いてるようなもんなんで、うーん、なんかもうがっつり、売り上げを作りに行くっていうのは、そんなにガツガツ今ね、ね、動画でバーってやっちゃってるんで <laughs>。今回も うーん、裏メルマガに誘導しましたけども、裏メルマガの登録のブログのやつって LP に全くなってないじゃないですか。なんか、適当に書いてるだけですよね。<laughs> なんか LP セールスレター作りましょう言うて自分作ってないんで、そのブログの、その、よくわかんない文章書いてあって、って話で。うん。だからまあ、ここれはもう、でもただ、まあ、 今年からそのドリームアカデミアを僕4年ぐらいやったわけですよ。もうで、まあ、毎月フォローアップ勉強会みたいな感じでそのコンテンツ提供してるんですけど、もうだいぶやったんで、今年はあの僕が10年以上やってきたコピー、もう中級上級者に絞って、コピーの話していこうかなっていうところで、今年の1月から、今年はコピーの話をもう前編にドリアカデもしていこうかなとは思ってますけど。 もう4年ストックしたからもう,もういいだろうかなって。まあ初心者の方も結構多いんでね。だから中級上級のコピーの話にしてもやっぱついてこれないっていうのがあると思うんで、あのー、そこはあんまやってなかった部分はあるんですけど、うん。まあ今回のあのコンテンツはね、もうコピーに特化してますので、まあ中級上級者は、あのー、なんだ、よだれが出てくるような内容なんじゃないかなと。 もう本当活用すれば売り上げ絶対上がるんで100%こ保証しますコピーライティング道場で教えてるエッセンスを取り入れたら売り上げ絶対上がるんで上がります絶対です言い切ってもいいです、うん、それぐらい自信はありますよ無料で提供しますけど <laughs>、うん、だってそ,そもそもだって60万で提供してたやつですからうんその無料プレゼントのために作ったコンテンツじゃないですからね、うん まあ僕がそのプレゼント企画する上で、まあ、これ以上のなんかコンテンツ作れないですよね正直だって有料でガチガチで作ってるやつじゃないですかなんでこれ以上の無料を作ることは難しいですねうんだから僕の中で最大級のうんプレゼント、まあ、今までやってきた経験も含まれてっていうところで言うならば、まあ、これが、まあ、プレゼントできる範囲の最強かなと思いますね うんはいまあ、あとはまあ実際にその勉強していただいて多分他の人が言わないようなことだったりとかエッセンスっていうのが結構散りばめられてると思いますので、まあ、しっかり活用していただければなと思いますね。うん。はい。ということで今回はアンケートありがとうございました。